ハスタグはこちらです。ピンクのね下着になっていて、すごくおしゃれな可愛らしいデザインになってます。では下も紹介していきます。下はこんな感じです。下もね同じデザインになってますね。前はレースになっていて、後ろはシンプルです。ではセーラー服に着替えていきたいと思います。今日はこちらの黒色のセーラー服に着替えてみました。いかがでしたか？この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。 Twitter などの SNS もやっているので、よかったら見てみてください。今日もありがとうございます。ゆいでした。